旧東ドイツの人民公社ロボトロンで週末にタイプライター生産に取り組む労働者。ロボトロンでは1万7000人の労働者がタイプライターの生産に従事していた。コンビナート、ドイツ語、コンビナートは旧社会主義国における企業集団その他の経営形態であり、コングローマリットやトラストに相当する。例としては旧東ドイツ最大の電子機器。 製造集団ロボトロンや自動車メーカーのイフェ、モンゴルの同鉱産のエルデネット工業、旧ソ連で 2000km 離れたウラルの鉄鉱石とクズネッツの石炭を専用貨車で運んで鉱材を生産したウラルクズネツク、コンビナートなどがある。コンビナートにはいくつかの形態がある。技術プロセス、または経営管理を通じて相互に関連する複数の企業を組み合わせた。 大規模な企業集団、研究所と技術学校、保育園と幼稚園など、異なるレベルの教育開発機関の組み合わせ、独占の位置形態としての様々な企業の組み合わせ。なお、東ドイツでは、コンビナートという用語は、地方の10年生高科専門学校にも使用された。この制度は、校舎の近代化とより、包括的な教育の必要性により、 1960年代、初めに設立された。また、日本では、コンビナートという用語は、沿岸部の広域かつ連携した工業地帯の故障として使用されている。科学辞典普及版森北出版、1985年、669ページ。ありがとうございます。